こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラはハッセルブラッドのですね、V シリーズの定番モデル、ハッセルブラッド 500cm になりますね。まあ、ハッセルブラッドといえばですね、もう 500cm と言っても過言じゃないかな。非常にポピュラーな、モデルになっておりますですね。はい、こちらの 500cm のですね、エンブレムの頭に星マークがついてまして、これがですね、スリロトレーディングカンパニーという会社が、日本のハッセルブラッドのですね、総輸入総販売代理店だった時に、国内販売された正規品であることの印ですね。はい。ということで、外観の方から見ていきます。ボディの外観からですね。ご覧の通り、針側とかですね、エンブレムの錆、金属部分の腐食、錆などなく非常に綺麗な状態をキープしてますね。三脚の跡とかもないです。三脚の跡のこの黒い塗装の剥がれとかもないですね。穴は1個です。はい。各マウント部分も綺麗。バックシャッターがですね、ちょっとですね、ひび割れたりとかですね、こと荒れたりしてますけれども、これは画質とかですね、映像には全く影響ありませんし、このポロポロ落ちてきたりもしてませんので、全く問題はないですね。ウエストレベルの、ファインダーの革の部分もいいですね。ペイントロスもなし、ルーペも綺麗ですね。はい。この畳み込み、立ち上がりも問題ないようです。フォーカシングスクリーンは、アキュートが、取り付けられてますね。非常に透明度の高い、フォーカシングしやすいアキュートの、フォーカシングスクリーンが付いております。ミラーに劣化もなく綺麗ですね。変な書き込み、汚れなどないようです。はい。シャッターの動きについてですね。はい、引っかかったりとか、非常に軽やかに動いて、このシャッターチャージもですね、重くなったりガリガリしないで、スムーズですね。はい、という感じでボディは、ご覧の通り非常にいい感じですね。この中身も綺麗ですね。はい、ご覧の通りです。続いてフィルムマガジンですね。フィルムマガジンは A12 マガジンが、ついてまして、こちらも星マーク付きですね。スライドもベコベコしたりせずにまっすぐで綺麗です。はい、外観も綺麗ですね。革の縮みとか、汚くなったりしてないですね。はい、サビ汚れもないです。中身を取り出してもシリアル一致してますね。でもって、サビ汚れ、こちらもないです。はい、でこれを入れるとこのカウンターがリセットされてますんで、これをですね、まあ、フィルムを今入れたと仮定して、こうグリグリとやっていきますと、はい、ダイヤルの位置でしっかりとストップしてます。はい、ボディと、接続して、このスライドを引けばシャッターが切れる状態になっております。今、この窓が白々で、カウンターが1ですね。この窓が白々だとシャッター切れますよという合図ですね。このシャッターを一回切ると、はい、これが窓が赤になって、で、巻き上げダイヤルを、はい、巻いて、この巻き上げとシャッターチャージを行いますと、窓が白くなってダイヤルが一個進むという感じになってますね。この繰り返しでシャッターを撮影していきます。はい、まあ、こういう感じですね。しっかりとボディとマガジン連動してますね。でこのままだと安全装置が働いてマガジン取れないんで、スライドを入れると、はい、外れるようになってます。でもってですね、はい、はい、一回抜いて入れるとまたカウンターリセットされてますね。はい、という感じでですね、ボディと、マガジンともに動作問題のないですね、外観も備品のハッセルブラッドの 500cm になりますね。ボディとマガジンともにですね、スリロトレーディングカンパニーの星マーク付きのボディになっております。
ということで、非常にいい答えですので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。